活動家船舶右舷側全体を映し出されている。外線、東向け、航行中、約8ノットにて航行中。現在14スタート、活動家船舶接続水域に入域しました。活動家船舶接続水域に入域しました。現在外船に対して、巡視船筑後が、電光掲示板にて、こちらは日本国海上保安庁の巡視船である、汽船は日本の領海に向かっている、日本の領海に入らないよう進路を変更せよという内容で、警備広報を行っております。東向け、航行中の活動家船舶前方中、前方にて進路規制を行っている巡視船筑後の映像です。1551、活動家船舶、領海に、入域しました。1551、活動家船舶、領海に、入域しました。現在外船に対して、巡視船ノバルが放水規制を開始しました。放水規制を開始しました。現在、巡視船石垣の放水規制、実施中、外船の、船橋あたりに、放水規制実施中です。現在外船後部から、何か物を巡視船ノバルに対して投げております。現在物を巡視船ノバルに対して、2名が物を投げております。現在外船に対しノバルが放水規制を実施中、放水規制を実施中です。現在巡視船船台による、節電規制を実施中です。節電規制を実施中です。現在巡視船船台が、外船のコースを、変更させております。現在外船の左舷から、物を投げる人物を確認できております。船橋前部後半、船首部に数名の人影が認められます。現在外線、更新をかけている模様です。現在外線選手部から、カメラを構えている、人物確認できます。外線反転を開始しました。現在外線を釣り島を離れる方向に、航走中です。移動した海上保安官により制圧されました。